はい、今回はちょっと音声で解説を、することにします。ちょっとカマキリに、アクシデントがあって、ちょっとかじられてしまいました。別のね、カマキリに。左腕と、背中というか、肩というか、このあたりを、かじられて、腕の方もそうですけど、ちょっとね、出血というか、体液が、溢れてきていたので、それで、なんとか止血する方法はないかなというので、この背中にちょっとご飯粒をね、ちょっと練って、貼り付けてみたんですが、一応これで持たせられるかなという程度の、効果はありそうです。で、手の方はですね、映像の時はまだあるんですけれども、後々、自分で、食べ始めてですね、今、この録音している最中にはもう、なくなっています。で、これが止血法だったのか、傷を舐めていたら、ああ、食べれるっていう感じのあれなのかわかりませんが、とりあえず、腕の方は、片腕なくしたけれども、そっちはね、特に、問題ないだろうと思います。ちょっと餌が食べにくいかなっていうくらいですね。で、背中の方、こっちが落ち着いてくれればいいかなっていうところなんですが、昨年はちょっとガニ、プロポリス垂らしてみたんですけども、あまりね、効果がなかったっていうことで、ちょっと、ガの方はね、全身が毛だらけで、ご飯粒を貼り付けられなかったっていうのもあったんですが、カマキリは、自分で背中のあたりを手入れすることもないですし、ちょっと雑菌が気になるかなっていうくらいで、これが落ち着けば、そこそこにね、っていう感じで、今、一応乾いて外れなかったので、大丈夫かなというふうに思っています。で、止血に関してですけれども、昆虫とか甲殻類の、体液、血液は、凝固作用がね、ないっていうことで、一遍ね、傷がつくと、それが原因で、人間でいうところの失血死とかそんなんで、死んでしまうっていうことになるんですけれども、でもなんか、止血のどうたらこうたらで、なんか、そういうのも一応研究されてるようです。で、止血に関する DNA かな、何か、あるらしくて、一部の昆虫は、そういう、出血をね、うまく止めることができるのかな？ちょっとわかりませんが、そのあたりも詳しくはね、ちょっと調べられませんが、必ずしも血が止まらないというわけではないのかもしれません。そのあたりで、これの原因はちょっとね、カマキリ同士が遭遇してしまって、こっちが、危うく食われるところだったっていうのを、発見が早かったので助けられたよっていうことで、出血してるところに、絆創膏代わりに、そうですね、ご飯粒を貼り付けてみたら、なんとか持つかなっていうぐらいで、ちょっとアクシデントでしたが、こういう止血法が、多少、普通はこういうことは起こらないんですが、考えられるのではないかっていうので、少し解説しておきました。これに関しては以上です。